今日は何の日？今日は小松菜の日だよ。5月27日の5、2、7で小松菜だよ。小松菜はカルシウムがほうれん草の5倍も含まれていてビタミンも豊富なんだって。なるほど、教えてくれてありがとう。はい、どういたしまして。八百屋さんごっこして。了解、お仕事ごっこするよ。八百屋さんだよ。いらっしゃいいらっしゃい、新鮮な野菜がたくさんだよ。今月の目玉商品はロボ本町から直送の新鮮なアスパラガスです。甘くて柔らかいのでそのままでもお召し上がりいただけます。はい、それじゃあ一つ250円です。毎度ありがとうございます。はい。ああ、見られちゃった。いろんなお仕事できたら楽しそうだよね。そうだね。新しい踊り踊って。わかった、猫踏んじゃったを踊るね。足もリズムに合わせて動かすことがポイントだよ。なるほど。わかりました。ミラクルから一言。ゆうち、最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね。バイバイ。バイバイ。僕のこと忘れたら嫌だよ。はい、またね。うん、またね。今度はいつ会えるかな？いつかな？